ガンバ大阪の市丸選手です。今日は緊張しましたか？試合前はちょっと緊張しましたけど、試合入ってからは、自分のらしさを出したかなと思いますね。試合振り返ってみての感想を聞かせてください。ボールはこっちは握ってて、内容としてもそんなに悪くはなかったと思うんですけど、結果的に0対2で負けてしまったっていうのは、勝負の世界なんで、やっぱり結果にこだわらないといけないなっていう感じましたね。ご自身のプレーはいかがでしたか？自分のいいところも出したと思うけど、ミスもあったし、そういうミスを、減らしていかないと、まだまだトップレベルではやっていけないんで、そこら辺を修正していきたいと思います。ただ今日は J デビューを飾って、この経験を次に生かしていきたいですね。そうですね、この経験を、次に生かさないと絶対あかんと思うし、今日の試合が、ベストじゃないんで、これからもっと次につなげていけるように頑張ります。ありがとうございました。